今日は月曜日休日なのですが、僕の大学は授業があります。授業があるので、しかも1円からあります。終わってるわ、もうね、やってらんない。しかも雨降ってます。寒いです。やってらんないわ。やってられ。朝さ、まだ早いからさ、全然人いないんだよね。なかなか仕事で月曜日、普段よりサラリーマンの人とか少ないから、しかも今日実習あるからね。何やってんだかって感じですよ、本当に。ね、昨日もね、結構寝るの遅かったんで、夜中まで結構やることやってたんで、課題とか。なんかね、最近なんか皆さんもありませんか？なんか立て続けになんか忙しいこといっぱいで、あんまり休めない時みたいな、ありますよね。本当にね、しんどいわけですよね、こういう時って。でもね、やっぱね、この時にね、よく僕が考えると、やっぱここ踏ん張れば、やっぱ一歩自分成長するってそう思うわけですよ。それしかね、考えてない、正直。今ね、 YouTube ショート毎日投稿、ちょうど初めて2週間くらい経ちましたけど、ショートじゃない方の動画も結構上げてますけど、まあ、こう一個一個の積み重ねがいつか実ることを信じて、皆さんも頑張りましょう。受験生のみんないるよね、多分。進学校とかに通ってる子、塾に通ってる子、2学期に入ってね、受験勉強、夏休み頑張って、そこから模試とかもいろいろ入って、立て続けに佳境に入ってると思いますが、この辛い時こそミセスグリーンアップルのケスラスラを聞いて、みんなで乗り切りましょう。頑張ろう。あのさ、家出るまでがめちゃめちゃきついやん。もう家出ちゃえば正直こっちのもんというか大丈夫なんだけど、その家出るまで、しかも遠くのめちゃめちゃ寒い日はさ、もうマジで外出たくないわけよ、布団から。本当にそれをね、出ただけでも偉いと思う、マジで。あの一瞬、あー、もう出る時間やと思って、あの一瞬、あー出なきゃ、あーでも出たくない、そこをね、踏ん張って一歩出れた、それはマジでね、偉いと思うわ。マジで偉い。何かいいこと起こんないかなと思っちゃうわ、本当に。神様お願いします。僕に一番くじはピースエモーショナルストーリーズ2のラスト、何の事故ベルメール神残りお願いします。そんなことを考えながら朝学校に行っています。